あ、この前ありがとうございました。なんかいえいえ、なんか撮影を急にでしたけど、なんか僕の知り合いの人もなんか登録して 見とるよ言うとか。あ、本当ですか。うん、であれ見てなんかポロポロ来てくださる方もいらっしゃって。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。なんか今日はあれですかね、わけドームで。そうですね、イベントですよね。ちょっとあいにくの雨ですけど。そうなんですわ、ほんまね、なんかピンポイントでなんか雨なっとったんで、うちもそれが終わった今度土曜日になんかお祭りみたいなのを土日にするんで、うん、なるほどね。で今日はもうあれですか、もう持っていくものはもう、もう昨日機材をほとんど持って行っても屋台とか組み立ててるんで、今日はちょっと食材とかを持って行っていう感じですね。10時からでしたっけ？10時からですね。10時から、2時まで。ですよね。たくさん来てくれたらいいですね。そうですね。なんかやっぱり雨が降ったらって言われる方もいらっしゃったんですけど、3年ぶりの、お祭りらしいんで、まあ、今日は結構来てくださるんじゃないかなと思うんですよね。あ、じゃあ今日は全てをができるってわけじゃなくて、一応はもうソースと塩と、あとうちのネギマヨファイヤーと3つだけ持っていきます。うん、うんうんうん、ちょっと事情があってから建設ちょっと閉めたんで、はい、もしかしたら何かしねえけんなのたこ焼きは始めたの、うん、でもあれですよね、この建物も全部自らのですよね。卒業制作です。卒業生ですね。家って家ですか？いやいや、うち電柱屋だったんで、電柱の専門店に行ってやったんですよ。で、まあ、それに付随して、いろいろ舗装があったりとか、コンクリートで型枠打ったりとか、いろいろ取りしよったんで、見て、うん。このお金もろてやるレベル言うたほど遠いんやけど、とりあえず自分が困らん程度にも何でもできるから、うん。前の動画で聞かれたかもしれないんですけど、なぜたこ焼きだったんですか？かみさんがたこ焼きやりてえって何年か前におったんすわ、うん、はい、で何年か前に言おって、はい、ああほんならたこ焼き屋嫁かみさんしてよったから、今からたこ焼き屋にでもするかなと思って、お客さんとか逆に心配するしてくれる方も、いやもうちょっとこらにはもう値上げしようったらあれだろうとかね、はい、うん、50円ぐらいも上げられるって、ね、うん、50円にしようかな、どうしようかなって悩んでるところですね。いやいや、もう向かい行ってから来ればいいよ。いいね、いいね。これから分けドームですかね。そうです。はい、お願いします。はい、お願いします。
感じで、ね、ね、まだ生地が出てるから、ここはちょっと数が大きいと思ったんかな。あ、目立ってます。じゃあ今日の目標みたいなのあるんですか？あ、今日はまあとりあえず200ちょっと持ってきたんですけど、全部売れたらいいなと。はい。
てな。まだまだじゃろ、まだ買わんじゃろ。出るね、ぼーっと。ねえ、みんなおらんよ。みんなおらんな。ええ時におらんの。
ですよ。
ラストぐらいですかね。これでラストですか？これでラスト。いや、まだあるな、あるんだけど、多分これで多分いいんじゃねえかな。あ、なるほど、うん。ファイヤーですかね、いただきました。もう出来たてですね。奥さんが本当、本場大阪の方で、大阪のたこ焼き、ネギマヨ。じゃあ本場大阪の味とネギマヨファイヤーいただきたいと思います。結構ふわふわ系ですね。いただきます。あ、うまっ。ふわとろ、とろとろっすね。いや、ほんまに。うわ、美味しいこれ。ネギとマヨネーズ炙ってるから、もうたこ焼き自体美味しいけど、さらにこうブーストして、これちょっとあれっすね、止まらんかも。めちゃくちゃうまいっす。食感が本当にふわとろで、中が熱々で、これが癖になるな。うん、あ、うまっ。Thank you.
すいません、今日ご苦労様でした。あ、どうもありがとうございました。バタバタしとってからな、なんかすいません、もう。いやいやいや、本当にもういい撮影ができました。ああ、ありがとうございます。また引き続きよろしくお願いします。はい、またドキュメント、ドキュメントで追ってください。はい、お願いします。すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。